レースは九州産限定、このレースは産地を問わない陳馬戦、6頭収まりました。スタートしました。好スタート、5番ストームレーン、6番夢芝居、この2頭が出ていきます。3番手は1番スナークメスマー、3番マルモリマジック。前4頭から2番のマサウッドテールが後方2頭目、4番シルフズミスチーフは最後方からです。バックストレッチ中ほどを通過します。先頭様相変わって3番のマルモリマジックが外、うち1番スナークメスナー800切りました。2頭から2馬身離れて2番のマサウッドテール、5番ストームレーン、そしてその間に4番のシルフズミスチーフが入って、今3番手グループ3頭になりました。600を切ります。最初の600は34秒1、前の5頭が1段で、そこから4馬身離れて6番の夢芝居が1頭遅れての最後方です。4コーナーのカーブに入ります。1番スナークメスナー、5番ストームレーン、間3番マルモリマジック、この3頭の外に出そうとしている4番のシルフズミチーフ、4コーナーから直線です。インを狙って2番のマサウッドテール、最後方6番の夢芝居ですが、夢芝居も外から上がってきている。200を切りました。先頭1番スナークメスナー、5番のストームレーン、4番シルフズミチーフ、外から6番夢芝居追い込み、前4頭形棄戦になったが、外から6番の夢芝居だ、夢芝居が差し切った、ゴールイン、長嶋真奈美連勝。2番手3頭、1番スナークメスナー、5番ストームレーン、あとは4番のシルフズミッシー。